さんこんにちは、かっちゃんです。シャウガということで、今日は最近スーパーに新生姜がたくさん並んでてよく目にするんですけど、今日はそんな新生姜を使いながら夏場にさっぱり美味しく飲める新生姜シロップを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、では今日新生姜 200g は皮付きのまま使用していきます。目立った汚れがある場合は包丁で落としていただくか、こういうちょっとした茶色い汚れはスプーンで取れるので、茶色く変色している部分や汚れている部分だけこそげ落としておいてください。下処理したら細かめにみじん切りします。みじん切りしたら深めのフライパンや鍋に入れて、上白糖 180g を加え全体になじませ30分置いておきます。はい、では今30分経ってだいぶこんな感じでお砂糖が溶けて生姜から水分が出てきたら、ないように全体を時々混ぜながら中火にかけて煮立たせます。でも今煮立って鍋肌ふつふつとし始めたら弱火にして、普通シロップは蓋せずに水分飛ばして煮詰めることが多いんですけど、今回全く水を入れてないのでこのまま蓋をして弱火で10分煮込みます。途中で 2,3 回ほど焦げつかないように様子を見ながら全体を混ぜて加熱してください。はい、では10分煮込んだらシロップが温かいうちにレモン果汁を大さじ2、市販のポッカレモンでも大丈夫です。全体をよく混ぜ合わせます。ではこんな感じで映像でもわかると思うんですけど、レモン果汁を加えることによってシロップがこんな感じでピンク色になってきます。この色味を出すために今回上白糖、白いお砂糖を使った方が綺麗に出るので白砂糖を使ってます。では全体よく混ぜたらこのまま粗熱が取れるまで冷まします。シロップの粗熱が取れてきたらザルやこし器でこして生姜とシロップを分けます。ではシロップは煮沸消毒した瓶に入れて2週間程度目安に飲み切るようにしてみてください。はい、ではこんな感じで新生姜シロップの完成です。ではこの取り分けた生姜もちょうど甘さついてるので、佃煮にしたりとかケーキ生地に入れてジンジャーケーキとか作ると美味しいんですけど、今日このまま佃煮にしていこうかなと思います。では醤油を大さじ1ほどとごま油を小さじ2ほど加えて、中火から強めの中火にかけて水分を飛ばしながら炒めます。では水分が飛んで全体に味が馴染んできたら火を消して、いりごまを大さじ1から2ほどお好みで入れてみてください。あとカツオの削り節を1パック入れて全体をよく混ぜ合わせます。では混ぜ合わせたら佃煮完成なので、これも保存容器入れながら1週間から2週間ほど目安に食べきるようにしてみてください。ではこの佃煮もこのままご飯にのせたり夏場そうめんにのせたりやっこにかけても美味しいんですけど、こんな感じで焼いた厚揚げの上にマヨネーズと少量お醤油を垂らして、この上に刻んだネギと出来上がった佃煮散らして食べると美味しいので、よかったらやってみてください。 OK。はい、ではこんな感じで旬の新生姜を使ったジンジャーシロップと新生姜の佃煮の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。
はい、では今回は旬の新生姜を使いながら新生姜シロップと新生姜の佃煮を作ってみました。よいしょ、ついに買いました、ソーダストリーム。もうこれがずっと欲しくてソーダストリームを買いました。定位置。このシロップは水割りでもいいですし、ソーダ割りでもいいので、お好みの感じで割って飲んでみてください。焼酎と炭酸で割ってね、お酒にしてもめっちゃ美味しいです。それでは、乾杯。くぅー。うま塩。めっちゃ美味しい。新生姜に砂糖をなじませながら時間を置いておくと水分が出てくるので、あとはほんと火にかけておくことで、なんかこうお寿司屋さんのガリのめちゃくちゃ甘いバージョンシロップみたいな感じです。ほんとすごく口当たりが良くて、まあ、いわゆるジンジャーエールなので、ちょっとこの生姜のピリッとした感じが残ってすごく美味しく飲めます。で、普通の生姜と違って新生姜の特徴でもあるんですけど、ピンク色に色づいてくれるので、まあ、黒糖とかてんさい糖とか作ってもいいんですけど、上白糖や、まあ、グラニュー糖、白いお砂糖で作ることによって色が綺麗に出て、ほんと見た目すごく綺麗なシロップに仕上がります。で、そのまま水割りで飲んでもいいですし、炭酸水で割って飲んだりとか、これからの時期かき氷とかにかけてかき氷シロップとして食べてもすごく美味しく使えます。で、全く水を入れずに煮込んでるシロップなので、少しこう蓋して水分飛ばないようにしながら煮詰めることで短時間で簡単に美味しいシロップが作れます。お揚げもいただきましょう。うん。で、煮終わった生姜も美味しく食べきれるので、砂糖で煮てる分甘さがしっかりとついてるので、そのままケーキとかマフィンとかに使っていただいてもいいですし、ちょっとこうお醤油で味をつけながら佃煮にするとすごく美味しく食べれます。ほんとこれだけで食べてもいいくらいすごく美味しい佃煮で、こうやって厚揚げの上に乗せたり、これからの時期やっこの上に乗せたりとか、そのままご飯の上に乗せて美味しく食べれます。ほんとこの揚げに乗せるのめちゃくちゃ美味しいです。なんかシロップ自体も私結構お寿司屋さんのガリとか好きなんですけど、ほんと優しい味わいのジンジャーエールといった感じでかなり飲みやすいですし、この佃煮も作り置きしてペロッとなくなっちゃうくらいすごく美味しい佃煮になってます。で、今回の分量で、まあ、1瓶分、そんなめちゃくちゃたくさんにはできないんですけど、1週間から2週間ほどを目安に悪くなる前に食べきってみてください。うん。はい、ということで今日は旬の新生姜を使いながら新生姜シロップを作ってみた動画でした。最近スーパー行くとほんとすごい新生姜が並んでるんですけど、夏場はハウス栽培のものとかがちょっと早めに新生姜が出るので、これから暑くなってくる時期に爽やかに美味しく飲めるような美味しいレシピになってます。煮た生姜も佃煮にして最後まで美味しく食べきれますし、シロップも生姜も口当たり良くてすごく美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ生姜。佃煮とご飯最高。